キングプリンスへの感動的なラストステージ、ファンの心を打つメンバーの絆。キングプリンスへのファンにとって、2023年5月22日は悲しい日となりました。平野志耀さん、神宮寺ゆ太さん。 しシュータさんの3人がグループを脱退するという発表があり、その前日にはメンバー5人による感動的な最後のパフォーマンスが音楽番組ベニュー 101NHK 総合で行われました。このラストステージでは彼らが一番シンデレラガールビューティフルフラワーの3曲を披露しました。しかし最も感動的だった瞬間は 平野紫耀さんがビューティフルフラワーを歌っていた時のことでした。ビューティフルフラワーの歌い出しは平野さんが担当。しかし、気はまった様子の平野さんは早くもつまずき、すぐにまともに声が出せない状態になりました。すると、向かって左側に立つジングジさんが平野さんの背中を叩いて本人を励ましたほか、歌詞の一部に自らの声を重ねました。 彼の温かいサポートに、スタジオ内の空気が感動で包まれました。さらに、岸さんも神宮寺さんに追随してやはり声を重ね、高橋海人さんと長瀬廉さんも平野さんに視線を送る様子が見られました。この瞬間、彼らの絆と協力がいかに強力であるかが鮮明に現れました。 中盤では涙ながらに歌う平野さんは一時的に後ろを振り向き、泣き顔がカメラに映るのを回避しました。しかし、元の体勢に戻ると自らの髪をつかむなど落ち着かない様子を見せながらも、なんとか4人と歩調を合わせました。その近くでは高橋さんが涙を流しながら歌っており、こちらも感極まった様子を見せていました。 これは彼らが音楽と共に共有する情熱と感情の証であることが明らかでした。ラストでは平野さんが再び感極まって声が途切れ途切れになり、これまで安定して歌っていた岸さんまで自らの歌唱部分が一瞬ながら歌えなくなるなどして5人が感情の高ぶりを隠せない様子に。そして楽曲が終わると全員のお辞儀と共にパフォーマンスは終了しました。 この感動的なラストステージに対し、ファンからは SNS へに多くの感想が寄せられました。ファンの声から、キングプリンスへのメンバーたちがどれだけ愛されているかが伺えます。潮君が泣いて歌えなくなっちゃった時にジン君とキシ君がすぐ気づいて助けるのが素敵すぎる。歌えなくなった潮君をキンプリみんなでカバー。 キくん泣いて歌えなくなるの初めてだし紫輝くん最初から泣いて、たし、ショーク泣いて歌えなくなっちゃったけど背中さすってあげて一緒に歌おうとしてくれるメンバーたち、本当に仲がいいグループだよね。これらの感想からファンたちはメンバー同士の絆と仲の良さに感動し、彼らの音楽活動が終了しても、その存在が永遠に心に残ることでしょう。結論。 キングプリンスへの平野市さん、神宮寺裕太さん、岸優太さん、高橋海人さん、長瀬蓮さんによる感動的なラストステージはファンにとって忘れられない瞬間となりました。彼らの音楽の魔法と絆がステージ上で最も輝いた瞬間でした。メンバー同士の支え合いとファンの愛に包まれながら彼らの新たな道に向かう姿勢が称賛されました。 この特別な瞬間は、キングプリンスへのファンとしての誇りを再確認させ、彼らの未来への応援をさらに強化しました。これからも彼らの個々の活動を注視し、キングプリンスへの素晴らしい音楽を応援し続けるでしょう。音楽